続いて祝辞、弔辞。フォーマルな席での挨拶が僕が苦手ですから、皆さんに参考になるようなものを教えていただこうとしたんですけども、うん、僕以上に最低な人間たちがゲストでしたので、何の参考にもなりませんでしたので、本日で最終回とさせていただきます。そうなんですか。はい。残念、残念。私の挨拶スキルは何も成長しておりません。皆さんのおかげで。最終回でございます。はい、ラジオネーム、弟子の正彦、祝辞。皆さん、ご先人、おめでとうございます。あ、安心してください。クソヤンキーどもは、この、スタンガンで、全員、夢の中です。これから大人としての責任と自覚を持って、新たな目標に向かって頑張ってください。以上です。あ、もしこのスタンガン、食らいたいって方いらっしゃいましたら、遠慮なく挙手してください。私がスタンガン当てに来ますので。一人もいない。じゃあ僕とじゃんけんして負けたら食らわせますね。やだじゃない。でも無駄だぞ。いいか。これが大人になるってことだろう。え？いくよ。参考ならないよね。最後まで。ラジオネームサイン Z。天文学者になりたい。お前の夢はずっとそれだったな。小学校の卒業文集から高校の卒業文集まで、ずっとその夢書き殴ってたっけ。で、この前の同窓会、久しぶりに会ったお前はちゃんとその夢を叶えてた。あの時お前は俺に言ったよな。な、サトシ、日本最大の望遠鏡スバルって、アナルに入れたら、どんな感じやろな。あの時俺は思ったよ。こいつ何も変わってねえや。正直お前の死に方は、旗からしたらかっこいいものじゃない。望遠鏡アナルに入れてたら、太陽光がアナルに集中し、消死したなんて、むしろ面白話だ。でも俺は違う。俺は自分の夢を必死に追って、死んだ前を本当にかっこよく思う。そして夜空を見上げて思う。お前の夢は、アナルは、きっと、あの一等星になって、今もなお輝いてんだろうな。僕の親友の天文学者に捧げます。バンプオブチキン、天体観測。曲紹介みたいな。バカだろ。何言ってんの？最後まで。ラジオネーム、マネー、一人占め。おい、弟、結婚おめでとう。お前は昔とは随分変わったな。チンチンばっか握ってたお前が女の手を握り、俺と拳を交わしてたお前が女と接吻を交わし、世の中舐めてたお前が女の体舐め回し、学生時代ことごとく女に振られてたお前が、これでもかと腰を振り、線香をぶっ飛ばしてたお前が精子飛ばして、料理の一つも作れなかったお前が子供を作る。なんか感慨深いな。いつかお前の娘とセックスできることを楽しみにしてる。バカじゃないの。最後下手くそ。最後、途中までなんかね。一応はね。一応かかってる人だって。何最後乱暴な。なんでこんな乱暴なこと言うの。ラジオネーム、不可思議ファイヤーボーイ。東京オリンピックのサーフィン、日本代表に私を選んでいただき誠にありがとうございます。実は私がサーフィンを始めたのはたった2年前で、小さな時から英才教育を受け、サーフィン一筋で生きてきた人間ではございません。きっかけはたまたま目に入ったサーフ雑誌に、女性サーファーのトイレ事情というコラムです。そこにはこう書かれていました。海の中で普通にしちゃいます。どうです？わかりましたか？私はこのご褒美がなければサーフィンなんてやりませんでしたし、こんなゴキブリみたいな色になるまで海になんて行きませんでした。サーフィンの魅力は女性のおしっこが飲めるこれだけです。少々塩辛いですが、喉越しは抜群です。そして東京オリンピックにて、ついに私の夢である金髪美女のおしっこが飲めるのです。私はこのためだけにサーフィンをやってきました。メダルは持って帰ってこれませんが、九十九里から金髪美女の清水だけは絶対に持って帰ります。皆さん、
待っててください。苦いね。苦笑いです。苦笑い。あげときます。パン。ラジオネームラッパーザキバチョフ、老人会の皆様、急遽老人会に参加させてもらった上にゲートボール大会で優勝してこうやって挨拶までさせてもらい誠にありがとうございます。ゲートボール大会では若者の力で他のジジイどもを圧倒し、食事会ではお弁当3つも食べてババアどもから賞賛を浴び、圧倒的な若い力を見せて老人会の王様と君臨することがこれほど楽しいとは思ってもいませんでした。私は42歳職歴なしの童貞で世間では底辺ですが、ここでは王様と今後も君臨してやろうと思っております。とりあえずそこのジジイ、俺のためにパン買ってこい。この老人会は俺様のものだ。これは僕も本に書いたことありますけど、お金がなかったと下北沢のタウンホールで午前中からたむろしてるとジジイばっかりですから、俺の若い力ってすごいなと思うから、うん、お茶をいっぱい飲むんですよ、俺の方がやっぱり。もうジジイお茶飲まねえなこいつら。俺はそうやって自分を高めてました。下北沢タウンホールで、ね、ただのお茶飲んでましたね。夏場暑いから。ラジオネームラッパーザキバチョフ、今日は転勤する私のお別れ会にお集まりいただき誠にありがとうございます。これだけの部下が集まってくれて本当に嬉しいです。坂本、お前最初は失敗ばっかりだったよな。そんなお前が立派になってくれて嬉しい。吉田、お前は不器用だったけど本当に頑張り屋だった。鈴木、お前いつも口が臭くて裏で公衆だよって呼んでました。井上、お前は何してもダメで無能で大嫌いでした。ゆいちゃん、君の机っていつも臭かったでしょう。それは僕が君の机をねペロペロ舐めてたからです。さくらちゃん、君のブラジャーがよくなくなっていたのは私のせいです。後でパンティーもください。それでは今日は楽しみましょう。乾杯。わあ。部長。いけねえだろ。犯罪集団がよ。ラジオネーム、えのきだけ。今日でバイトを卒業する俺に自ら祝辞送りたいと思います。俺、卒業おめでとう。一度も働いたことがない俺を初めて雇ってくれたのがこのコンビニでしたね。客には怒鳴られ、年下の同僚には馬鹿にされ、辛い日々でした。店長に怒られるたびにトイレで隠れてしこってました。でもこの経験が今後の糧になることは間違いありません。二日間という短い期間でありましたが本当にお疲れ様でした。優しい店だね。ラジオネーム三平、谷涼子氏、めちゃめちゃ遅くなりましたがご結婚おめでとうございます。もう14年も前の話になりますか。当時の自分は、田村氏が結婚なんかするわけねえと決めつけていたため、素直に祝福することができませんでした。というのも、自分は浦沢直樹先生が生んだ美少女キャラやわらちゃんの大ファンでございまして、心のどこかで田村氏のどこがやわらなんだよ。階級と得意技は一緒だけど顔が違いすぎるだろう、顔がよと思っていたため、あなたの存在が許せなかったのです。しかし二次元と三次元の区別がつくようになった今なら言えます。いや、言わせてください。あなたは今も昔もやわらちゃんには1ミリも似ておりませんし、やわらちゃんと同じ髪型にし始めた時には怒りでわなわなと体が震えましたが、それもいい思い出です。ご結婚おめでとうございました。エンジェルだね。エンジェルですね。以上、祝辞長辞でした。パン。Stay night dream
on air.